どうも、石川です。はい、これより登録販売者試験対策講座の第4章の7回目、始めていきたいと思います。こちらの講座では、厚生労働省から出されている試験作成のための手引きを使用していきますので、まだダウンロードされてない方は、下からダウンロードをお願いいたします。はい、それでは早速始めていきます。218ページ、医薬品の販売業の許可というところを見ていきます。はい、ここではまず各1番目、許可の種類と、許可行為の範囲ということで、ね、まず、お薬売れる業種ってどんなのがあるんだろう、ね、そしてそれらの業種って、どういった、ねものなんだろうということを、ここでは見ていきたいなと思います。はい、では、485行目、法において、薬局開設者または医薬品の販売業の許可を受けたものでなければ、なりわいとして医薬品を販売してはいけませんよということを言っています。はい、なので、ホワイトボードの方にも書いてきましたけど、まずは、お薬売れる人っていうのは、薬局開設者、ね、それから医薬品の販売業の許可を受けたものでなければ、お薬は売れませんよということを言っています。薬局開設者っていうのは、ね、単純に言ったら、調剤薬局の社長さんですね。薬局、調剤薬局の社長さんじゃないと、ね、薬局を、ね、開設してお薬売ってはいけませんよっていうことを言ってます、ね。それから、医薬品の販売業の許可を受けたもの、ね、医薬品の販売業って一体何なんですかって言ったら、この3つですね。店舗販売業、配置販売業、卸売販売業っていうものになります。ね、なので、これらが、お薬を売ることができる、ところなので、なので、薬局開設者、医薬品の販売業、許可を受けたものじゃないと、お薬は売れませんよ。で、医薬品の販売業の許可を受けたものって誰ですかって言ったら、店舗販売業の許可を受けたもの、ね、配置販売業の許可を受けたもの、卸売販売業の許可を受けたものになります。ね、で、ここで一つ注意しといてほしいのが、ね、医薬品の販売業の許可を受けたものは誰ですかってなったときに、ね、この3つだと思いますよね。ね、医薬品の販売業の許可を受けたものっていうのは、店舗販売業の許可、ね、卸売販売業の許可、配置販売業の許可、卸売販売業の許可になりますよね。この3つです。でも、登録販売者の試験で、ね、医薬品の販売業の許可を受けたものは誰ですかって言ったら、この3つプラス薬局開設者って出てきたから、それは×です、ね。医薬品の販売業の許可を受けたものっていうのは、あくまでもこの3社。ですよね、なので、これが入ってきたらそれは×なので、ここは気をつけておいてください。はい、よろしいでしょうか。はい、それでは、その次見ていきます。494行目の後半ですね。なおというところから見ていきます。なお、薬局における医薬品の販売行為は薬局の業務に付随して行われる行為であるので、薬局の販売業の許可は、特に必要ありませんよと言ってます。医薬品の販売業の許可は特に必要ないよということを言ってます。ね、なので、薬局、ね、あくまでも調剤薬局っていうのは、ね、医薬品販売の行為を行っておりますので、まあ、メインとしては、ね、調剤を行っているところ、これは後でまだ見ていきますね。なので、お薬っていうのは、ね、要は一般用医薬品とか用紙等薬品売ってるのは、あくまでも、ね、その薬局の業務に付随する行為なので、特に改めてこの医薬品の販売での許可を受ける必要はありませんよということを言っています。そうなんだなと一回見といてもらえば大丈夫かと思います。はい、では、その次、497行目。また、これらの許可は6年ごとにその更新を受けなければなりませんよ。ということを言ってます。はい。なので、この6年、しっかりとチェックしておいてあげてください。ここを5年って聞いてきたりもしますので、ここは6年なんだな。ね。なので、薬局だったりとか、ドラッグストアだったりとかね、店舗販売業の許可っていうのはドラッグストアとかが、それに該当してきますので、ね、ドラッグストアなどはね、6年が、その許可の、ここなんだなと。で、6年過ぎた場合は更新を受けなければならないんだなっていうのをちょっと知っておいてください。はい。では、次見ていきたいと思います。今度は、219ページですね。はい。では、219ページ、508行目を見てください。また、薬局、店舗販売業及び卸売販売業では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を、開封して分割、
販売することができますよ、と言ってます。はい、これどういうことですかというと、例えばね、頭が痛いなってなった時に、ね、お家に帰ればね、頭が痛いのを止めるお薬、解熱鎮痛薬とかあったりするのにっていうところで、ね、外出中だから今欲しいと、ね、一錠だけ欲しいなってなった時に、例えばドラッグストアに行って、すいませんとね、解熱鎮痛薬一錠だけくださいなってなった時に、ドラッグストアの店員さんは、わかりました、じゃあ一錠だけ売りますねっていうことが一応できるんですね。なのでそういった場合は、ね、箱をパカって開けて、ね、解熱鎮痛薬1錠だけ取って、ね、そして、添付文書などをつけて、そして必要事項をいろいろ記入した書類を、お渡しして、ね、1錠だけ販売することができます。はい、それが、ね、ここで言う、ね、特定の購入者の求めに応じて医薬品の、ね、包装を開けることができますよということを言ってます。ね、はい、そんなことを分割販売って言ってます。ただね、513行目見てもらいますと、ただし医薬品をあらかじめ小分けし販売する行為は、無許可製造、無許可製造販売に該当するため認められないよということを言ってます。これどういうことですかっていうと、ね、なんか最近ね、一錠だけ、欲しいなっていう人が多いので、じゃあね、あらかじめ一錠だけね、小分けに袋に入れて、必要事項を記入したものにね、入れて、そして添付文書とかを入れて、それを販売しておこうとね、それを何個かね、いっぱい作っておこうっていうのが、あらかじめね、小分けし、販売する行為ね、それはダメですよね。あくまでもお客さんが1錠くださいな、それから2錠くださいなっていうところでね、販売していくのが分割販売なのでね、あらかじめ小分けしていくのはね、無許可、製造とかに該当しますので認められませんよということを言ってます。うん、そうなんだなと理解しておいてください。はい、では、515行目、薬局というところから見ていきます。はい、では、まず薬局って何のか、何なのか、すぐ下見てください。薬剤師が販売または授与の目的で、調剤の業務を行う場所、それが薬局になります。そうなんだなと。ね、そして、そのついでに、ね、一般用医薬品、用指導医薬品を販売することができるんだなっていうところが先ほどの内容ですね。はい、では、その次いきますよ。今度は521行目。薬局は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ、開設してはならないよと言っています。はい。なので、ここで大事な項目としては、ね、薬局を開設するためには、ね、知事の許可というのが必要になってきますね。知事の、それから許可というところですね。ここ、よろしいでしょうか。ね、なので、ここは、都道府県知事ですね。都道府県知事なのか、厚生労働大臣なのかっていうので引っ掛けてきますし、あとは許可なのか、承認なのか、届け出なのかっていうようなところでも引っ掛けてきますので、ここは知事の許可が必要なんだなというところを必ず押さえておきましょう。はい。では、あとはですね、いろいろね、許可を与えないことができるよというので、例えば行動説明の基準があったりとかね、あとは申請者のね、基準とかもあったりしますので、一回読んどいていただければ、うん、そうだなってわかるかなと思います。はい、では、それからですね、次に行きたいと思います。はい、今度は220ページですね、533行目を見てください。なお、医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けてないものについては、病院または診療所の、調剤所の時、薬局の名称をつけてはいけませんよ、ということを言っています。はい、これはどういうことかというと、ね、通常、先ほどの、薬局開設の許可を取っているところであれば、例えば、ね、〇〇薬局みたいな形で、ね、〇〇薬局っていう形で、名前をつけていいんですけど、ただ、こちらの店舗販売業とか配置販売業、卸売販売業に関しては、ね、なんとか薬局っていう名前をつけちゃダメなんですよ。ね、なので、よく皆さんの、ご近所とかにある、
ドラッグストアとかでね、そこに看板に何とか薬局って書いてあれば、薬局改正の許可を取っているところだし、ね、何とかドラッグって書いてあるのであれば、例えば店舗販売業とか、ね、そういった業態になりますので、必ずですね、薬局改正の許可を取っていないと、何とか薬局っていう名前を付けちゃダメなんですね。はい。で、今、ここのことを言っていまして、ね、なので、薬局の名称を、ね、つけてはいけませんよって言ってます。ただし、ね、病院または診療所の調剤所を除きって言ってますので、病院の中に入っている薬局とかありますよね。なんとか薬局っていうところに関しては、ね、そこは、ね、病院の中の調剤所なので、なんとか薬局ってつけても特別にいいですよってことを言ってます。はい、ここよろしいでしょうか。はい、では、あとはですね、薬局開設者の記述だったりとか、ね、そういった、内容がありますので、一度見といてください。ただ一応、薬局に関しては、ね、薬局を管理する人、ね、薬局を管理する人に関しては、ね、薬剤師でなければなりません。ね、あとね、ここ文章ね、いろいろ見といてもらって書いてあるんですけど、ね、薬局を管理する人は薬剤師じゃないとダメです。ね、ここを、例えば試験では、ね、薬局を管理する人は登録販売者でも OK ですよって出てきたら、それは罰になりますので、薬局を管理する人は薬剤師なんだなっていうところですね。一度文章を読んでおいていただきたいなと思います。はい、では、次、552行目を見てください。今度は店舗販売業を見ていきます。はい、店舗販売業も、まず、やりたいなってなった時は、先ほどの薬局と同じです。あ、ちなみに店舗販売業っていうのは、これはいわゆるドラッグストアとかね、あとは、皆さんの、ご自宅の近くにある、なんですかね、まあ、いわゆるお薬を売っているところは、大体この店舗販売業じゃないかなと思います。ね、はい、で、その店舗販売業の許可に関しては、これも、都道府県知事になりますね。ここもよろしいでしょうか。薬局と同じですね。店舗販売業の許可を取るためにはね、知事が、許可を与えています。よろしいでしょうか。ね、大事なところですよ。はい。あとはですね、行動設備の基準などもありますので、これも基本的に薬局と同じです。はい。では次のページ、221ページを見てください。はい、今度は店舗販売業なので、店舗販売業の店舗を管理する人のことを店舗管理者と呼んでいきます。ね、577行目、ね、221ページの577行目に書いてありますね。店舗販売業の店舗を管理する人のことを店舗管理者って呼んでいます。で、その店舗管理者に関しては薬剤師または登録販売者でなければなりませんよってことを言ってます。はい。で、さらに、そのね、店舗管理者の基準というのがあります。ね。それが、下の四角の中、ちょうど真ん中あたりの四角の中を見ていただきたいんですけど、用指導薬品とか、第一類薬品を販売する店舗に関しては、基本薬剤師でないとダメです。そして、第二類薬品、第三類薬品を販売するところに関しては、薬剤師登録販売者が置くことができます。で、ここでね、まず、店舗管理者になるための、資格みたいなのがあるんですけど、それが581行目のところから書いてあります。ね、過去5年のうち、ね、丸1、丸2に該当する人が、ね、2年以上であること、2年であることが必要になってきます。はい、何かというと、ね、過去5年のうち、ね、ドラッグストアで、ね、医薬品に関する実務に、ね、2年間従事した人のことを、ね、この店舗、管理者に認めますよということを言ってます。はい、よろしいでしょうか。で、あと、その下、586行目のところからは、一応ね、それ以外の例外というものも、設けておりますので、このあたりも一度、見といていただきたいなと思います。はい、では、今度はその次に行きます。今度は、222ページの、配置販売業600行目のところから見ていきます。はい。配置販売業に関しても、このね、許可に関しても、知事が与えています。ね。配置販売業も、許可に関しては、知事が与えていますね。許可に関しては、知事ですね。ちょっと、くどいですね。はい。で、そこで、ここを一つ注意しておいてほしいのが、602行目見てください。ね。知事が、許可を与えるんですけど、
配置しようとする、ね、区域をその区域に含む都道府県ごとにその都道府県知事が、ね、与えることとされています、ね、なのでその区域に含む都道府県ごとってなってますので、配置販売業というのは、その区域っていう、ものがあります。でこの区域って何ですかっていうと、ね、配置販売業に関してはこれね、置き薬になります、ね、有名なのが富山の置き薬ってよく言われると思うんですけど、その置き薬の販売形態となっていますので、そこに関しては、ね、要はご自宅に、ね、お薬を、ね、お持ちするような形態になります。なので、例えばどんな感じなのかというと、例えばね、お薬を入った箱を持っていって、ね、ピンポンみたいな感じで、ね、ご自宅に行って、すいませんと、奥さんみたいなね、うちのお薬置いてくれませんかと、ね、で、そのお薬ね、置いておくのがタダなので、とね、ね、そして使った分だけね、後で、代金請求しますからね、使わなければタダですから置いておいてくださいっていうような形でね、各家庭に訪問していくね、そういったのが、配置販売業になります。なので、その配置販売業、ね、そのように営業をしていきますので、その営業する区域っていうのが決まっています。ね、なので、ね、一つの都道府県の中にもね、その営業する区域っていうのが何箇所か存在しておりますので、そういった意味でその区域に含む都道府県ごとにその都道府県知事が与えるってなってますので、ここのところ、その区域っていうところを、配置販売にちょっと慣れておいてください。はい。そして、先ほどちょっとね、お話ししたのが607行目、ね、配置販売業は購入者の居宅に医薬品をあらかじめ、ね、預けておき、購入者がこれを使用した後でなければ代金請求権を生じない専用小売、ね、先に用いて後で利益を生むという、業態になります。はい。そして、配置販売業に関しては609行目を見てください。一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいことなどの基準に、適合するもの以外の医薬品を販売してはならないよって言ってます。はい。なので配置販売業は基本、ね、一般用医薬品を販売することができますよね。それが一応613行目、ね、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品を販売することができますね。ただその医薬品のうち、ね、経年変化が起こりやすいものは、ね、配置販売業として売ってはいけませんよということを言っております。ここ大事なのでしっかりと注意しておいてください、ね、よろしいですか、ね、もう一度いきますよ、ね、配置販売業は1類、2類、3類は販売することができます。で、そのうち、ね、経年変化が起こりやすいものは販売してはいけません。ね、だから例えばね、先ほどピンポーンっていう形でね、奥さんね、お薬置いてくださいとね、使った分はね、後で請求しますからね、使わなければタダですよみたいな感じで、じゃあ分かりました、じゃあお薬置いときますねみたいな形で、そのお薬の置く場所がね、もしかしたら玄関先の直射日光に当たるところかもしれないしね、もしかしたら台所の横のね、水場がすごいね、湿気が多いところなのかもしれないので、なのでお薬に関してはね、そういった経年変化が起こりやすいものは、基本的に配置販売には向いておりませんね。どんな過酷な環境になるか分かりませんので、なので、そういった意味でも、この配置販売業は、ね、ある程度気温とかね、直射日光とかに強いお薬を、選んで置いとかなければならないので、それがここの内容となります。なので例えば試験ではね、一般用医薬品の、全ての一般用医薬品を販売することができるよっていう、全てって出てきたらそれは×になります。ね、ここよろしいでしょうか。経年変化が起こりやすいのはうちだめなので、全ての一般用医薬品って聞いてきたらこれは×になります。はい、それで、さらに、先ほどね、一般用医薬品は売ることができますよって言ったんですけど、ただ、用指導医薬品、これはどうですか？言ったら先ほど言ってないですよね。なので要指導医薬品についてはこれ売ることもできませんので、ここですね、注意をしておいていただきたいなと思います。はい。なので、例えば薬局ね、薬局に関しては要指導医薬品を売ることができますし、それから店舗販売業もね、薬剤師がいればね、要指導医薬品を売ることができます。
で、配置販売業は、たとえ薬剤師がいても、ね、幼児同意薬品は売ることができないので、ここも注意が必要なポイントとなります。はい。では、その次見ていきます。今度は、この配置販売業も区域、区域を管理する人のことを区域管理者って呼んでいきます。ね。そのところをね、一度見ておいてくださいね。はい。そして、一つややこしいのが、223行目。見てください。223行目見てもらいますと、223ページですね。223ページの637行目を見てください。ね。また、配置販売業が、いわゆる行商という、業態による販売であることから、これに対して薬事監視を、行いやすくする必要性に基づき、ね、配置販売業者またはその配置には、医薬品の配置販売に従事しようとするときは、配置販売業者の氏名及び住所、配置販売に従事する者の氏名及び、住所、並びに、区域、その期間をあらかじめ配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届け出なければならないよと言ってます。はい、ここ大事なところがあります。ね、これ今何を言ってるのかというと、ね、これについてはね、先ほどね、配置販売業に関してはピンポンみたいな形ですいませんみたいな感じで置いていきますよね。で、でもそれ訪問販売みたいな感じになってしまいますので、すごく怪しいですよね。あなた一体誰ですかみたいなね、そんなお薬を勝手に打てていいんですかみたいな形で後でね、行政とかに訴えられたりして。てしまうとね、怪しい人がいますみたいなことになると困ってしまうので、なので、あらかじめね、私はね、配置販売業としてこの区域を働きますよというのを、その区域の都道府県知事にあらかじめ届け出なければならないよということを言っています。はい。なので大事な言葉としてはあらかじめ届け出なければならないよというところですね。あらかじめ届け出ておいてくださいねということですね。よろしいでしょうか。はい。で、ここをですね、例えば、従事してから30日以内に届け出てくださいねって言ったら、それは罰です。ね。なので、あらかじめ届けといて、ね。働く前にあらかじめ届けといてくださいね。働いた後の30日以内に届け出ではありません。ね。あらかじめ届け出といてくださいねってところですね。はい。よろしいでしょうか。はい。では、今度はその次、643行目。さらに、配置販売業者またはその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつこれを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならないよと言っています。はい。ここでは、身分証明書というものがあります。これもですね、どういうことかというと、すいません、みたいな形で、ね、私、こういうものです、みたいな形で、ね、身分証明書、ね、を見せて、私、配置販売のお薬を売るものですよ、というような形で、身分証明書をしっかりと携帯していなければなりません。じゃないと、ね、あなた誰ですか？すごく怪しい人です、みたいなことを言われても、私はこういうものです、っていうのを、見せてもらうこと、見せることができますので、そういった意味では、この身分証明書っていうのが必要になってきます。で、その身分証明書の交付、ここが大事なんですよ。よろしいですか？ね、なので、もう一度いきますよ。ね、643行目、ね、その身分証明書の交付をするところは、その住所地の都道府県知事ってなってます。ね、はい、その住所地の都道府県知事、ここすごく大事なので、しっかりと確認しておいてください。しっかりとチェックですね。その住所地です。はい。なので、今まで配置販売業に関しては、その区域のって言ってました。で、今回はその住所地のって言ってます。なんでね、これどういうことですかっていうことなんですけど、その住所地っていうのは、ね、その配置販売業に従事する配置員の人、要は営業の人がね、住んでいるところの身分証明書。ね、住んでいるところの都道府県知事の身分証明書を、交付していなければなりません。ね、だから例えば、運転免許証ってありますよね。運転免許証も皆さんは、ね、その住んでいる、ね、その住所地の、ね、都道府県から運転免許証って交付してもらいますよね。でも、例えば働く場所が、ね、隣の都道府県だったとして、ね、
隣の都道府県だったり、働く場所がね、だったとしても、そこから身分証明書を交付してもらうのではなく、自分が住んでいるところの、ね都道府県から身分証明書を交付してもらうと思うんですけど、ね、免許証の話ですよ。ね、で、で、働くところは隣の都道府県みたいなことがあると思います。で、ここも、ね配置販売業も同じことを言っていて、ねその住所地の、要は住んでいるところの身分証明書の交付を受けて、そして、働くのは、ね他のところ、ね他の隣の都道府県っていうような形になるところがあるので、なので、ここ、その区域なのか、その住所地なのかっていうところを引っ掛けてきますので、十分注意しておいてください。はい。さらに、配置販売業、ね、653行目見ていただきますと、ね、医薬品を開封して分割販売することは禁止されてますよ、ということを言ってます。ね。なので、配置販売業は、ここも分割販売はダメなので、ここですね、十分注意しておいてください。はい。それでは本日の講義はここまでにしたいと思います。ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ、LINE などのお友達登録していただきますと、いろんな情報を配信していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。